6月生まれの皆さん、誕生日おめでとう。改めましてどうも、愛知です。今回は6月直前ですので、6月のポイント話していきたいと思います。ちなみに皆さん、6月ってどんな1ヶ月か知ってますか？6月って1年で一番しんどい月になりやすいんです。なので今回は2つのパターンで話すんですが、まず1つが現状維持編です。でこっちがアド編で、これは皆さんがこの話を聞いてもらって、こっちが合うなって思うポイントだけ参考にしてもらえたらと思います。それではまず現状維持編からいきましょう。現状維持って聞くとあまりポジティブな印象を受けない方もいるかもしれません。確かに勉強においてもスポーツにおいてもそうですけど、前よりね、例えば練習時間とか勉強時間が増えてる方がいい気がしますよね。前より1日30分多く勉強できるようになったんだって、前より成長してる気がする。確かにそう、その方がいいのは間違いない。でも6月に関しては4月5月ってやってきて、ものすごく疲労が出やすいんです。体調も崩しやすいし、メンタルも崩しやすいのが6月なんです。でそこで頑張れよって、もっとやれよ私って思っちゃうと、周りから言われるのもね、すごく厄介なんだけど、一番は自分でそれを思いすぎちゃうと心折れちゃうんですよね。なので現状維持でもいいんだって、前よりね、その自分がどんどん進化しなきゃいけないんだって、そんなことはねえぞっていうのをまず思っておいてください。4月5月、その前もそうですけど、皆さん自身でやってきたこうペースがあるじゃないですか。でそれをとにかく大切にしてください。受験勉強もそうだし、普段のね、こうね、学校生活もそうなんですけど、みんなはね、こうマラソンをしてるのよ。俺の中のイメージではね、マラソンをしてんの。短距離走をドラーってしてるわけじゃなくて、ね、ずっとこうマラソンをしている。だからそのみんながこう走ってきたペースを大事にしてください。6月に関してはね、それを守っていく、それを意識しながら過ごしてもらえたらと思います。そしてもう一つ伝えたいことがあって、例えば1日単位だったりとか1週間単位でやるべきこととか目標を立てる方いらっしゃると思うんですね。でそれを量をちょっと少なめで設定してほしいんです。6月に関しては決めたことを絶対達成するっていうのを大事にしてほしい。それが後々自分の自己肯定感にもつながるし、やっぱしんどい時期、疲れも感じてる時期だから、その疲れを感じてて、ああサボりてえなって思う日もきっとある、6月はね。その時にそれでも踏ん張って頑張ってやったって、決めたことを達成したんだって、そのちっちゃな積み重ねがね、7月以降のブーストになるのよ。みんなの背中を押してくれるから追い風になる。なので目標ね、もちろん少なすぎてさ、自分がさ、こんなんじゃ意味ねえよって思っちゃうところもあるかもしれない。そこのラインはね、みんなが決めなきゃいけないんだけども、ちょっと少なくしていいなって、俺が責任持つから、俺が言ってっから。なのでちょっと少なめにして必ずそれを達成していく。それを30日間、そこそこ日にちはあるんだけども守ってやってみてください。そうしたら7月になった時に、6月振り返った時、わあ頑張ったなって思えるから、これが大事なので、それをね、守ってやってもらえたらと思います。続いてはアド編です。受験生の方とか、6月のテストでね、前のテストよりもっといいところ、上の方に行きたいって思ってる方はぜひ参考にしてほしいんですけど、6月ってさっきも伝えたみたいに4月5月の疲労が出てきやすいから、勉強面とか、メンタルとか、体調もそうなんだけど、うまくこうやっていくのが非常に難しい月なのね。でうまくいかない人が多くなってんのよ。ってことはどういうことかっていうと、みんなが頑張れば頑張るほど周りを抜くチャンスができるってことなんだよね。だってさ、例えば夏休みって、受験の天王山なんて言われるけど、夏に入ればみんな勉強し始めるわけ。受験勉強とか、周りがさ、勉強すればするほどみんながいくら頑張っても、だって周りも伸びてくんだから、だから追いついたり、その抜いていくのが非常に難しくなる。でも6月っていうのは周りが二の足を踏みやすいのよ。なかなかうまくいかないわけ。そこでみんなが伸びていったらさ、周りがこう止まっているからさ、どんどん抜きやすいのよね。ライバルに追いつきたいとかさ、周りと差をつきたいと思ってる方は6月本当に頑張った方がいい。6月に作った貯金ってそれだけ価値があるの。その貯金が7月以降のみんなを助けてくれるから。もちろんさ、6月に頑張ったから7月ちょっとサボってもいいかなんて思ったらね、元も子もないけど、でもやっぱそれだけ6月の貯金ってすごくすごく大切なので、もしここでね、周りと差をつけたいとか、差が追いつきたいって、周りともっともっと頑張って高いところに行くぞって思ってる方は6月頑張ってごらん。でも前のね、現状維持編でも話をしたように、6月って本当に難しいの。体力面でも精神面でも、こううまく使っていくのがね。
まあ、30日間あって、それをねどこまでうまくできるかっていうのは、まあ、みんながどれだけ腹をくくって覚悟を決められたかってとこだと思う。あとは毎日の目標をきっちり立てて、自分にフィットした目標を立てて、それをこなしていく。一段ずつ階段登っていくしかないんだから。でもそれで一段ずつ登っていって、で30日振り返った時にね、30段登った後に、あ、思ったより高くまで来たなって思えるんだよ、毎日頑張ってたら。だからもしこの6月で変わりたいって、変わってやるんだと思う方は、腹くくってやってごらん。本当にそれだけの価値があるから、ぜひ頑張ってみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回珍しくね、まあ、2つのパターンで話をさせてもらったんですけど、みんなに共通して6月にねちょっと意識してほしいことがあります。それは6月ってさっきも言ったみたいに、すごくしんどくなりやすい月です。みんながみんなそうじゃないよ。もちろん6月ハッピー楽しいってなる子もいるんだけども、ちょっとしんどい子が出てきやすい月だと思っています。でもね、だからこそのチャンスがある。それはね、自分を知ることがやりやすいのよ。自分と向き合って、自分がこういう時にはこういう風に考えていくと、例えば自分のさ、落ちかけてるモチベーションというかテンションがちょっと頑張れる、踏ん張れるんだなって。うまくいってる時、人間は頑張れるから、どんな時でも。でも人生生きてたらさ、ずっとうまくいくわけじゃないのよ。うまくいかなかったりとか、思い通りいかなかったりとか、しんどい時が出てくるわけで、そのしんどいことが起こりやすいのが6月。しかも厄介なのが、なんとなくしんどいってなりやすいのよ、6月って。もう疲れてるから、疲れてるからなんとなくしんどいって。でもそのなんとなく、そのね、敵がなんかこう曖昧で見えない状態のしんどさだからこそ、自分と向き合って、あ、こういう風にやってみるといいかもなって。みんなの中、これみんな共通じゃないからさ、 A さん B さん C さんがさ、それぞれみんなが同じ手段をやれば回復するわけじゃないの。 A さんの回復術、 B さんの回復方法、 C さんの回復術があるわけだから。だからみんな自身、これ見てるね、みんな自身が、あ、しんどい時こう考えるといいんだって、あ、この考え方いいかもなって、その積み重ね、トライアンドエラーをしながら、そのなんだろう、実績をなんか作ってほしいなって。それがさ、またどっかでしんどくなった時に、あの時こう考えたらうまくいったんだよなって使えるじゃん。未来の自分にさ、楽をしてあげられることができるので、ぜひそういう風に考えながら、あの、しんどくていいんだよ、みんなしんどくなりやすいから、しんどいことは悪くないんだから。でもしんどいのが来た時に、よし、これは私の実験開始だって、どういう風に考えたらいいのかな、いろいろチャレンジしてみようって、まあそんな風にね、あの、考えられる余裕もなかなか出てこないんだけども、でもなんかそういう考え方、未来の自分に楽をさせてあげるためのデータを取ってんだっていう風にちょっと思ってもらえると、いい1ヶ月になりやすいかなと思ってますので、よかったら参考にしてみてください。まあ、きっとね、俺も6月、まあ、バタバタするのもあるんだけど、きっと落ち込んだりすることもあると思うんだけど、まあ、みんなと同じようにこうトライアンドエラーをしながら自分とうまく付き合って、1ヶ月後ね、まあ、7月またポイント話すときに、イエーイって言いながら動画撮るから、みんなもね、イエーイっていかなくていいけど、こうちょっとポジティブな気持ちで自分のね、動画見てもらえたら嬉しいなと思いますので、また、まあ、来週もね、動画撮っていくんだけども、7月のポイントでね、また1ヶ月後にこの感じの話をまたお付き合いできたら、あとお会いできたらと思ってますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週1週間、そして6月の1ヶ月間、お互いね、頑張っていきましょう。それじゃあまたね、ドビ、頑張ろう、無理すんなよ。